1767年のジョシュア・レノルズによる肖像画に基づくサミュエル・ウィリアム・レノルズによる1820年のメゾチント第二代アッパーオソリー伯爵、ジョン・フィッツ・パトリックはアイルランド貴族、グレート・ブリテン王国の庶民院議員。1751年から1758年までゴーラン男爵の称号を使用した。弟に政治家のリチャード・フィッツ・パトリックがいる。 初代アッパーオーソリー伯爵ジョン・フィッツパトリックとイブリン、ルーソン・ゴアの長男として、1745年5月2日に生まれた。1758年9月23日に、父が死去すると、アッパーオーソリー伯爵の爵位を継承した。1754年から1760年まで、ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1760年に、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。1763年、愛書家のトッパム・ボークレアと共に、イタリアに滞在、そこで絵画を購入したり、ゲイビン・ハミルトンに絵画を注文したりした。帰国の後、アッパー・オソリー・伯爵が、首相グラフトン公爵のツマ・アン・フィッツロイと愛人関係になったため、グラフトン公爵もアンパーソンズと不倫関係になり、最終的には、 グラフトン公爵が離婚、アンフィッツロイがアッパーオソリー伯爵と結婚することとなった。1767年4月に、ベッドフォードシャー選挙区で当選して、庶民院議員になり、以降1794年まで議員を務めた。また、1771年から1818 18年まで、ベッドフォードシャー党官を務めた。1780年2月17日、 王立協会フェローに選出された。19世紀初期の第二代アッパーオソリー伯爵1794年8月9日、グレートブリテン貴族のアムティルのアッパーオソリー男爵に助された。1818 18年2月1日に死去、13日に埋葬された。後継者となる着手を設けず、爵位はすべて断絶した。遺言上で遺産を一限りで、娘ガートルード、 ショシアンとジョンに与えた、ホレス・ウォルポールの友人であり、二人の間の手紙が数多く残っている。アッパー・オソリー・伯爵夫人、アンディデル、ジョシュア・レノルズ作、1775年頃、第二代アッパー・オソリー・伯爵の娘ガートリュード、ジョシュア・レノルズ作、1779年、1769年3月26日、アンディデルと結婚、下記の史上を設けた。 他にも、下記の書士を設けた。ありがとうございます。